おはようございます。いいえ。しました。気がつく。自分でも不思議だよ。大変なことが起きてるはずなのに。忘れたの。え？影時間でもあなたは敵を。ようやくわかった。初めて見た時からあなたはダメ。僕って、そうだ、ずっと前にも、こん、そう、お互いに。僕は、君は、私、対シャドウ特別性や、シャドウを倒すために生まれた。そして、10年前。生まれてすぐ僕はこの橋に降り立った。私の目的はシャドウを殲滅すること。そのために私は私という人格とペルソナを授けられた。僕は13番目の属性を持つ者。みんな僕をデスって呼んでいた。でも生まれた時力の一部が砕けて散らばってしまって、あの時の僕はまだ不完全な存在だったのだ。それでも力は想定を超えていた。
せない以上、残された道は捨て身で封印することだ。そしてあの場に封印の器として足りるものはただ一つ。偶然居合わせた人間の少年以外になかった。私には選択の余地はなかった。そうか、僕はずっと彼の中にいたんだ。12の破片に引き寄せられるようにって僕が彼を誘った。そしてそうか、今わかったよ。全て思い出した。僕が誰でどういう存在なのか。パラディオン、やめるんだアイギス。無駄だよ、僕の力はあの時よりも。機械、目的を決められて生まれるもの、あなたを倒す、それだけが私の生きる証。そんなことはないよアイギス。できない機会に意味なんてないですね。ごめんなさい皆さん、ごめんなさい。怖いよ。ゆかり。いえ、今日って先輩もでしょ。まさか。まだ何と決まった？え、それがペルソナのストレガの反応自体は。場所がムーンライトブリッジです。よし。アイギス、私、全部私が、あなたのそばに。ごめんなさい。ごめん。君、おも、りょ、なん、はっ、ど、す、やめろ明彦。セット、君は何者だ？僕は、お、ま、僕は12のアルカナが全て交わ宣告。さっき全てシャドウの正体、信じられない。知ってる。シャドウたちの死の宣告者、その存在に引き寄せられ死ん、そう、母なるものって、い、大いな、10年前そこで僕は生まれたんだ。でも結合は、そして、愛、本当なのか。彼女は僕を、そして僕は、たまたまそこにいた一人の、その子供は僕を宿したまま君たちの学園に転入生って、まさか。そう、僕はずっと彼の中に。そんなことって。そして彼に特別なペルソ、彼の中の僕と、ひ、領事が死の宣、いきなり言われたって。全て僕がごめんよ。それに領事くん、
貴族ショーン、今日のところは話の続きはその後。